はい、今ね走らせてもらってるんですけど、このね横向いてからの安定感がねだいぶね、セッティングを入れ、はい、どうもいつもね、動画見ていただいて本当にありがとうございます。おっちゃんのね、ゆるい動画の時間です。それでね、今日外は雨なんですよ。雨、もう雨はね、もう本当ね、外で遊ぶわけにはいかない、バイク乗るわけにはいかない。それで雨の中車で走るのもね、おっちゃんあんまり好きでないんでね、今日はね、私のサーキットでね、ちょっとねラジコンのセッティングをやってみようかなと思ってます。それは何をするかといったらね、こちら、今日走らすのは、横もさんの RD2.0 と、それとレイブ D さんの RDX、 この2台をね、楽しんでいこうと思ってるんですけど、セッティングしていくのはこちら、RDX の方、こちらをね、ちょっとセッティングしていきたいなと思ってます。それで、こちらの何をするのって言ったら、こちらのサーボ、じゃん、サーボって ここね、このサーボでハンドルをこう切ったり、やってるんですけど、これがねパソコンでプログラムを変えれると、すごいですね、時代の流れですね。それでね、今日はねこのね、レイブ D さんの RDX のこのレイブ D さんのサーボのセッティングをね、変えていきたいと思います。さてどうなるか。それでちなみにね、ごめんなさいね、段取り悪くて、変えるにあたってね、こちらレイブ D さんのRS の PGC っていうね、この USB のね、このジョイントがいるようになります。このジョイントをそのままサーボの線をここに入れて、それでパソコンにつないで、レイブ D さんのホームページからダウンロードしてきたやつにつないでやったらね、そしたらデータが変えれると。それでね、今日ちょっとやっていきたいと思います。というわけでね、今日はおっちゃんね、ラジコンの肉取りをね、試していきたいと思いますので、興味のある方もない方もね、最後までお付き合いください。ではおっちゃん、今日も楽しみます。おーす。はい、早速ね、パソコン開けていきまーす。おっと、顔認証がうまくいかない。はい、それでね、あらかじめこれレイブ D さんのねホームページを開いてみました。これ映るかな、ちょっとね角度変えまーす。はい、それでレイブ D さんのねこのサーボのところにね、下に、このダウンロードファイルがあるんです。このダウンロードファイルをクリックしたら、ダウンロードできると。実行しない、実行、はい、こちらがね、レイブ D さんのサーボのセッティングの用紙になります。それで、これでねもうただ USB でつなぐだけで、つないでやったら、このサーボの、サブトリムってプロポで調整してると思うんですけど、そういうのまでね、全部調整できます。それでこれを、今スタンダードになってるのでつなげて、このレボックスにしてアップデートするだけ、それでね、データが入ります。とりあえずねちょっとね映りが悪いと思うんでね、もうこのアップデートのところはもうほんとつなぐだけなんでね、飛ばしていきたいと思います。はい、設定完了しました。それでね、今から走らせたいと思います。果たしてどのように変わってるか楽しみです。最近スイッチどこにつけたか。あ、ここか。よいしょ。
違うクロップ持ってきてた。はい、これでね、ちょっと走らせたいと思います。はい、今ね走らせてもらってるんですけど、このね横向いてからの安定感がねだいぶね、セッティングを入れて、増したように思います。それでちょっとねセッティングなしでねあんまり同じような走行やってなかったのでね、ちょっと比較はやりにくいんですけど、このねふらしてからのこの安定感は抜群ですね。なのでねこっちセッティング入れた方が動かせやすい、ちょっとね高速できます。はい、すごくいい。もうね運転しやすいっていうか、気を使わなくていいっていうか、もう楽になったっていう表現が一番いいかな。これねレボックスのレイブ D のあのこのサーブとかジャイロ入れてる方はね、これ絶対に、一度サーブセッティングやった方がねおっちゃんはいいと思います。では今からね、2台で走行楽しみます。はい、いかがでしたでしょうか。今回ね、こちらレイブ D さんの RDX、 それとヨコモさんの、RD2.0、 この2台でね、楽しみました。それで今日はねこの RDX に関してはこちらレイブ D さんのね USB に突っ込んで、それでセッティングを変えれるっていうね、ことをやりました。これね、お茶思いました。サーボで変わるって思ってたんですよ。ある程度のいいサーボをつけてたら、まあ、トルクもスピードもあるじゃないですか。そしたらそれで全然、あとはもう自分の走らせ方ってずっと今まで思ってきたんですけどね、まあ同じサーボでこれトルクとかいろいろ変えれて、で今回やったのはこの
レイブ D さんのね、初めから入れていただいているセッティングに変えました。標準でなしにね。それであとはサブトリムでちょっとずれてたのをパソコンでセッティングができました。それで01ニュートラルを出して、それで今日は走らせたんですけど、本当ね、走らせて一番の感想はすごく安定したっていうような感じ。それで角度が入ってもある程度のドリフトの角度が入ってもある程度安定して走ってくれて、まあ運転がしやすくなったっていうような感じでございます。ってなわけでね、今日の動画はおっちゃんね、もう雨降ってどうしようもないんでね、ラジコンで遊びました。いかがでしょうか。またね、土日はだいたいここ私のサーキットでね、ラジコン楽しんでますので、皆さん自慢のマシンを持って遊びに来てください。今日はね、レブディさんとヨゴムさんのマシンで楽しみました。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでいいね、高評価、グッドボタンもお願いします。チャンネル登録もお願いします。良い一日をお過ごしください。さようなら。うーす。